はようございます。お疲れ様です。マハスビ同窓協の片野良です。よろしくお願いします。はい。ねえ。なんだよな、年末ライジン見に行ってきてね。うん。取れたんや、チケット。いやー、ちょっとね、トンペっていう今回芸人のすごいポジティブ、元気いっぱい。はいはいはい。全部笑い飛ばしてくれる。いや、間違ってないと思いますよ。うん、やつに、一緒にいると楽しいよね、チケットを取ってもらって、うん、行ってきました。いやー、いいです。大晦日でしょ？うん。うん、まあ、相当楽しかったね、やっぱ。ずっと楽しみにしてたやつだったから。うん。あんまりそんなに知らない僕でも、朝倉海さんが負けてしまったっていうのは知ってますよ。うんうん、いや、衝撃の負け方ね。衝撃なんだ、やっぱ。衝撃というかもう、早いし。堀口さんだっけ、あれ。うん、堀口教授がね。うん。うん、もう、ローキックが今もう、昔と全然違うんですよ。昔のローキック、もう、蹴ってたでしょ、みんな。まあ、遊びで。内ももか外ももかでさ。ってイメージでしょ。うん、すごい痛い。ももじゃないの、今。どういうこと？なんかね、やっぱね、格闘技とかにも、うん、もうやっぱどんどん成長してるから、昔の、うん、そう、今の M1 と昔の M1 見て、全然テクニックも違うし、そうだね、全員上手くなってるし、うん、何この技、こんなの。だ今と、うん、論争と一緒だよね。うん、マジカルラブリー、漫才か漫才じゃないか論争みたいなのを、と一緒で、こんな技していいのみたいな、うん、こんな技なかったよなっていうのが、まあ、言っても俺もずっとその、15年前の格闘技ブームの時見てただけだったから、うん、で一回プライドとか、うん、全部もう、撤退して、うん、で、テレビでできなくなってからもうブーム一回終わって今15年ぐらい。はいはいはい。でも、その中でもずっとやってたわけだからね。その日本、まあもちろん UFC と、アメリカではもちろんやってたし、うん、日本でももちろん別に人気はなくなったけど、うん、ただ熱も変わらずに、うん、技も増えてって、でもものすごい、うん、もう進化はしてってわけだもんね。進化をしてて、大々的には。中で今ようやくまたブームが来たっていうことだから、今進化みんなしてるのを見るっていう状況で、変わってんだよ、やっぱ。今どこ蹴るか知ってる？だってローだから下になるでしょ、どうしても。もも以外なくない？この辺とかさ、ここら辺、これはもう緑になっちゃうから。もう、だから、もも、だから、ここら辺だと思うだろうけど、今一番流行ってるのは、やっぱ、ここのカーフキックって言って。ふくらはぎ？ふくらはぎ。ここ、はぁ。ここから下。いった。そう。で、すねも蹴っちゃうってこと？すねも当たれば蹴る。けど、すねは、自分も蹴るとこだから意外に鍛えられてて、うん、本当の格闘家のすねって、バットみたいに硬いっていうのね。あ、まあ、バット折れるぐらいだからね。うん、そう。だここが実はやばいってことに、マジで最近誰かが気づいたらしくて。それは最初わかんないもんなんやな、うん。最初のローキックのできてきた頃は。で、俺らが見てた15年ぐらい前までは、K1 とか、うん、でも、まあまあ、まず、そのフィニッシュに使えるような、総合格闘技で言うとね、いろいろ寝技とかある中で、フィニッシュに使えるような技ではなかった。ただ稀に、K1？ パンチとキックだけだと、ずーっとロー、ここを蹴り続けて、もう3ラウンド目ぐらいで、うんうんうん、もう、実は効いてて、いや、そういう技のイメージ、立てなくなってきて、たまにこの、本当にローだけ引いて、3ラウンドぐらいで、ダメ、立てないっつって、負けるっていうことはある。じわじわ削っていくイメージの技。実はこれ、もう、一発で効くの、今の。カーフキックってやつ。これでダウンしちゃうってこと？ここバーン行かれて。ここ、実は、ここを蹴られるともう踏ん張り効かなくなるんだって。うん、なんか、よくわかんない。ここがもう、ブランブランになっちゃって、うん、足を、こう、つけない、うん。ブランブランだから、もう、このままもうグリグリっつって、うん。あ、もう立てなくなっちゃうんだ。ふくらはぎがガーン行かれると、あーって。もう、おもろくなっちゃうとそうなんらしくて。変わってんだ。で、朝倉海は、そうやな、ふざけてやるとき。ぶっちゃけもう、一撃ぐらいで。もう効いちゃって。あ、もう、それだったの決め手は。カーフキックのを3、4回かな ?3 回ぐらい食らった時にもう、うん、もうほんと。見てるだけでわかる。あ、うわ、やべえ、もう終わりだってぐらいになって。もう、その時会場すごいね、やっぱ。
まあまあすごかったよ。まあね、まあ今あのライジンの公式で試合も見れるんでね、うん、ぜひ見てくださいって感じなんだけど、へー、トンペイがね、トンペイ大好きだからね、大阪からね、大阪から同級生の女の子も見に来るって言ってね、うん、いいですかって言われて、まあもちろん俺はもう嬉しいから、うん、あの女の子いれば、うん、まあいいよ、全然いいよ、つって。ダメっていう義理はないわな。にないし、俺はもう嬉しいし。むしろ連れておいでと。そうそう、来てきたやつ。うん、で、一緒に行ったんだけど、うん、もう終始、うん、もう絶対トンペ惚れてんじゃんって感じなの。もう、恥ずかしいぐらいに。もうなんか。話でいいの、それ。もうお前もう絶対惚れてんじゃん。言わないよ。言わないけど、なんか、物販のタオルとか、ちょっと欲しいとか女の子が言って、ちょっとじゃあ、素敵な話、ちょっと空き時間に行こうとか言って並んでるんだけど、まあ、普通に並んで選んでるんだけど、もう最後。語るわ。出して。いやいや、いいけどさ、言っといてくれと。もう露骨なんだ。もうね、好き好きなんだ。空き時間に、口説きに入ってるし。気使うよな、でも。いや、別に使わないけどさ。うん。うん、どんな感じな、でも3人でずっと応援してる感じなわけでしょ。まあでも割と席離れてるからね。ああそうか、まあ間隔ね、うん、空いてるわけ。そう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 、グッズ買ってあげてたや。グッズ買ったりだとか、うん、なんだろう、寒くないかとか。なんか素敵素敵、まあまあ素敵かな、うん、いやね、やってますねんとかね、言ってくれればさ。言ってくれよね。そう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 。なんだろう、なんで言わないんだろう。俺にはなんとなく言うのに。なんかね、中途半端だね。うん。雰囲気だけ出してね。女の子どういう感じなんですか？いけそうな感じだったの？あ、もう全然いける感じじゃないですか。あ、本当ですか、うん、そうなんだ。うん。あ、じゃあ、いや、いいじゃん。まあまあまあ、うん。いや、いけんじゃない？いけるよ、いけるよっていう感じではあったんだけど。うん。うん、結構見てらんないね、感じはあったな、ちょっとな。明らかな、明らかにね。頑張ってほしい。言ってくれと、まず。そうだよね。さん、ちょっと。やりづらいよ、ね。そうそう。それならさ、あるじゃん、うん。そう。別にさ、パスも出すことできるしさ。うん、ね、それありきでちゃんとさ。そうそう。よくとこで帰るし。そう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 。ね、できるじゃん。できるでしょ。そうそうそう、うん。もう言わないからさ、うん、最後まで。分かっちゃいるけどって感じでさ。その空気なんか。そうそうそう。微妙なその空気の感じ。微妙な空気出してさ。この距離感。いいの？いつ言うのかなみたいなさ。スタンス分かんないよな。まあまあ分かんなくないよ。うん、そりゃ。そんな野暮な人間ではないから。なんとなく察してはいて。察してはいて。うん。うん、そうなんだ。で、行かないことだってね、別にね。うん。できるわけだしさ、はい、最初からさ、はい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 、席とかもね、別にあれだからさ、うん、いやもう明らかに口説きに入ってるというか、もう絶対好きじゃん、ね、今言ってくれればあれだけど、わかんないから話しちゃった。言ってくれればね。言わないから、うん、これちょっと待っといてくださいって言われたらね、うん、言わねえしね、そんな、うん、そんなグレーにされたら、ね、そっか、わかんないから言っちゃった。なんかさ、うん、もう行ったらほんと一席離れてさ、はいはい、もうまあみんな隔離されててさ、うん、俺らなんかもうほんとに A 席って言ってまあ一番遠いとこだよね、うん、埼玉アリーナだから、うん、まあ、まず一番下でバーって見るのと、はいはい、で2階席3階席、うん、4階席5階席まであるのかな、で俺は4階席の本当に、こうなるところで。すごいね。で、すごい、ダン、ダン、ダンってなってて。うん、で、その、俺らはね、この、俺らはもう、その3、俺ら、知り合いしかいない。3人。うん、3人しかいなくて。うんうん、あとはもう、下に同じ家族連れとか、上にも、もう本当、すごい急なんだけど、もうなんかここら辺で、うんうんうん、上は上の段で、うんうん、なんか森、楽しく普段見てるみたいな感じなんだけど、うん、まあ応援してたらこう、うん、
コーヒーが落ちてきてさ、うん、うわ最悪やん、降ってきたの最悪やん、ポンっつって中入ってはんので、ポン、うん、コロン、うん、コロコロコロンって降りて、うん、ん、うん、うん、って見たら、うん、コーヒーがダラってこぼれてる、うわで、見たらズワ、うん、最悪やん、ベチョっつって切れると、うん、切れ、切れな、切れどうしようかなと思って切れたらバッて見たら、なんか気づいてないもしくは気づいてないふりをしているみたいな感じだったから、はい、判断できないよな、バッて立ち上がってグッつって、うん、おいって言ってこぼれ、お、落ちましたよって、うんうん、多分気づいてたんだよな、あれないことにしようみたいな、うん、多分一人のやつやと思う、人にも言わない、いや違う違う、カップルか夫婦かみたいな感じじゃん、だから多分落としたの女なんだよ、ああなるほどね、うん、なるほどね、女がパッと落としちゃって、うん、もう一旦待ってくれたのしみたいな感じでやってたんだけど、うん、そしたらもうスッとこの坊主がプラッて浮き上がってきて結構怖いな初見のこの人あのこれうんうんってなんて言ったのかな、あんまそんなあんま優しくは言ってないかもしれない、いや別に優しくする、おいおいって言ったかな確か、おい、うん、落ちたよいやそんぐらいで言っていいと思うよそれは、すいませんってあればねまだいいけど、なんか女が怒るとか、ええなんかあのちょっとやっぱこう白子演技気づい、なんかそう俺にはやっぱこう、うん、やっぱそっちのプロだから俺も、うん、まあ ねコントとかのプロだから割と敏感に、ね、やっぱこうすぐ演技だってわかるよなんかもうええすいませんみたいな感じそんなおもろい顔してへんやろなって、うん、あもうはいって渡して、え、もうここコーヒーついてんの、いや、さすがについてないじゃないと分かんないけど。絵的にはだいぶ面白いけど、ね。けど。まあ、薄暗いしさ。まあ、見えないわ。ガラガラコーヒーになって、おいってやったら、それは、ね、は怖いですよ。怖いですよ、これは。おいって言って、へぇってなって。うん、でも、渡して、うんうん、さあ、どう出るかなと。いや、すいませんでした。そう、始まんねんはないでしょ、別に。でも。うんうん。でも、さすがにそんなことはね。で、渡して座って、まあ、お気に入りの白いパーカー、はいはい、白なんですよ、しかも、うん、最近着てね、まあそれもあの上着着てたから、うん、でもそれもいいやつよ、オフィス着たのの、あ、映画チームが着てたベンチコートね、牧田さんに、そう、ダメの、うん、はいはいはい、ベンチコート、うん、非売品、はい、でも大好き、かっこいいよな、あれな、オフィス着たのって書いてあって、でもまあそれは確実に汚れてるんだけど嫌やってでもまあ混んだから、うん、しかもまあ水はけもいいし、まあでもちょっと洗濯とかもまあいいかしにくいよこれで、でもう下白いのがもう汚れてたら、うん、もうお金もらおうかなぐらい、うん、そうねそうね、うん、そうね、うん、そんぐらいしてで態度悪かったらもう全額と、うん、でも本当2万円よこせともしくはもう洗濯洗あの洗濯出すんで、うん、なんで1000円ぐらいはいはい、とかいろいろ考えてそうな、欲しいったって手に入んないもんだから、ね、うん、どうしようと思って、うん、でまあ下にもコーヒー落ちてるから、あ、落ちてもうそこもう拭かなきゃいけない、ポッケ探しても、うん、そういう時に限ってあのないと、ティッシュとかないと、ティッシュがないとさあどうしよう、でもまあ来るだろうなと後で、うん、と思ってたらまあ案の定来たの、うん、来たんだ、すいませんでした、うんうん、その男よ、うん、さっきの多分女なんだけど落としたの、男がやってきてリアクションしたが女の方になっておそらくフォローに入った男だ、そう、メガネかけた、なんかシャシャシャってなんかね、シャシャシャこう、すいませんでした使ってくださいってこう、うん、王子様が、うんうん、こう結婚してくださいの時のポージングで片膝で、そう、このポーズで、うん、でこうウェットティッシュかな、ウェットティッシュかなと思ってさって取って拭いてたんだけど、うん、もうあの夏のスースーするやつなくっせえ、いやそれしかなかったんやくっせえみたいな、大丈夫ですか、うん、大丈夫です大丈夫です、もういいやと、
汚れてなかったし、まあ、この対応で、もうすべて、一応ね、いいかと。ごめんなさいって言って。別にもう、いいや、汚れてもねえし、いいや、いいや、と思って。はい、大丈夫ですよ。ただ、なんかね、こう渡してきたんだよね。すいません。すいません、よかったらこれ使ってください。さあさあ、2枚渡してきて。まあ、ちょっと、いや、ススかよって思う。くっせえ、くっせえとか思いながら。なかったよ。っていうか、べちょべちょだし、あれ。体拭くやつだから。そうだね。吸引性ないのよ。やればやるほどべちょべちょになってくみたいな。はいはい。べちょべちょ。ぬれちゃうわ、と思って。でも、いいっすよ、いいっすよ、って。うん。だからもう、これだけ欲しいなって。もうそのパンパンに入ったやつがあったから、うん、ちょ、これだけ、もうちょっとくれませんかつったら。なるほど、なるほど。じゃあ、あと1枚だけ、つって。お、バカかな、こいつと。全部ちゃうの全部それもう置いてけよ、お前と思って。そう、おかしいね。1枚しかダメなんだ、と思って。すいません、もうこれで、これ使ってください。じゃあ、もうちょっとだけ置いてってくださいよ。1枚だけじゃん。1枚だけ置いてった、と。さささって言っちゃった。ダメな男だなぁと思って。ダメだね、それはなぁ。そんな、私はいいの。何考えてんいやぁ、それは対応。地下よ。全部だろ。いや、全部やな。そこは全部やな。信じられないね。吹き切れてないしな、多分な。うん。こっちの白いパーカーは茶色くはなってなかった。いや、だからもう着てたから、上に。完全についてはなかった。ついてなかったですね。なるほどね。ほんまよかったけど。それは散々やったなぁ。1枚だけ置いてった。今日追っかけなかったの。今のテンションで言わんかったの。いや、全部だろって言わんかったの。いや、正直これは、笑い話になるなぁと思って。あ、そっちの意識が働いたんだ。後で言ったの。トンペイの好きな子に話そうって思った。最初のお客さん、うん、トンペイの好きな子。うん、で、みんなで一緒にちょっと、休憩時間、食事してる時に話したら、トンペイの好きな子笑ってたから、よかった。それでチャラになった。ダメなやつだなぁ、渡すけどね。もうその後もなんか、すいませんでした女も一緒に謝って。ああ。一応謝ってるスタンスであるんだけど。大丈夫です。楽しみましょう。やっぱトンペイの好きな子にいい人だと思われたいから。ダサいもんね。そう。今のこまごま言ってたら。そうそう。こまごま言わない。普通全部渡しますよ、うん、と。楽しみましょう。あこれトンペイの好きな子に俺惚れられちゃうかもしれない。お前が惚れてるの何えお前が惚れてるの。いや、三角関係になりたいな。いや、やめなさい。後輩の。いや、言ってくんないから。なんか言ってくれないから、ちょっと言うタイミング逃したみたいなのあるんじゃないそれは。なんか。途中まで、ほら。ちょっとタイミング逃しちゃったとこあると思う。うん。途中までね。途中まで。うん。途中までやっぱこれ俺もやっぱ。俺の方来ないかなとかさ。でもまあその途中だったから。そうか、そうか。頑張って。そうか、そうか。大丈夫です。楽しみましょう。忘れてください。かっこいいとこ見せたね。かっこよかったね。対応の仕方としては、割とかっこよくなってたけど、まだまだ俺はいろいろ思ってたわけだ。全部だろうとかね。いろいろというか、そりゃそうでしょ。また使いたいのか、お前。しかも冬に。スースーするやつ。よこせ、夏ならまだしも。これしかないみたいな会話もありつつ持ってったのでパンパン。多分開けたばっかなんだよ。パンパンだったから。だから自分の中で、あ、全部はな、もったいないな。じゃあ1枚だけって言って。そこそこ。クソけバカ野郎、ほんとに。そこ5、600円するからな。コーヒー売ってきたんだぞかっこ悪い。パコンつって。なあ。あた。切れる人だったらバーン切れてるからな。もうその時点で、おらってなってるからね。まあ、しょうがないだよね。狭いから、すごいわかるんだけど。まあ。ちょっと爪甘かったよね。対応、向こうの対応としてはね。ダメ彼氏氷。そうね。ダメ彼氏。あと、一回女さんのリアクションが良くなかったね。もう下手だったね。下手だったね。演技力ゼロでしたね。演技力でまかなえなかったね。まあ、ただ、女性を笑わせれたね。私も。試合も面白かったね。かっこいいスイム見せないだからね。いや、だから。大丈夫です。楽しみましょう。一番かっこいいセリフ。かっこよかった。もうそんなんいいから、楽しもうと。今日はもうこんなパーティーだから、みたいな。かっこよかったー。
そんな大晦日の。大晦日ね。ああ。思い出だったと。いい感じでしたね。はい。非常に。こんな感じで。はい。いってらっしゃい。バシッ。